もちは、海上自衛隊の護衛艦、高月型護衛艦の3番艦。艦名は、もちに由来し、同じ名を持つ艦艇としては、旧海軍の無月型駆逐艦11番艦、もちに続き2代目。もちは、第二次防衛力整備計画に基づく昭和40年度、計画3000トン型港、通型警備艦2306号艦として、 石川島張間重工業東京第二工場で1966年11月22日に寄港され、1968年3月15日に浸水、1969年3月25日に収益し、第二護衛隊軍に直轄艦として編入され、佐世保に配備された。本艦から、新造時の基準排水量は3100トンとなり、朱木は、 川崎衝動型、艦は川崎 BD120 の1型が採用されている。同型艦では川崎製手機は本艦のみである。1971年2月1日、第2護衛隊軍第1護衛隊に編入され、定型向がアクレに転籍。1972年及び1979年に遠洋練習公海に参加した。 1974年11月9日に東京湾で発生した第10郵用丸事件に対応するため災害派遣されることとなり11月26日に護衛艦、春名、高月、雪風と共に処分現場に派遣され翌27日から28日にかけて怪物処分するための射撃を実施した1977年5月12日から6月27日まで 護衛艦、菊月、潜水艦、薪潮、P-2J8 機とともに、ハワイ派遣訓練に参加。1980年11月1日から12月17日まで、護衛艦、立風、菊月、P-2J8 機とともに、ハワイ派遣訓練に参加。1983年3月30日、第3護衛隊軍直轄艦となり、 定形校が舞鶴に転籍。1984年3月30日、第3護衛隊軍令下に、第2護衛隊が新編され、長月と共に編入。1989年1月25日、第2護衛隊が舞鶴地方大霊下に編成がえ。1994年6月から、護衛官、長月、高月、白雪と共に、 北米方面に遠洋練習公開に参加。1995年3月16日、舞鶴地方隊に直轄艦として編入。同年4月1日、特務艦に種別変更され、艦籍番号が ASU-7019 に変更、定形荒が再び、佐世保となる。1999年3月19日、除籍、 総工程は70万6382.6回りに達した。ありがとうございます。